よし、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今年もよろしくお願いします。今日は、サバゲーのなんとかギアのレビューが よく作ってるんですけど、確かに、興味は本当にいっぱいあるんですから、サバゲーは確かに楽しい場合、走るとかシューティングビデオとかそのなんとか練習とかトレーニングがめっちゃいいことけど、体もトレーニングしないといけないと。確かにジムがよくできるけど、いろいろの、楽しくない時にも あるので、それでいっぱいの人がすぐにジムに諦めるけど、それスポーツもめっちゃいいとか。でも、僕の方で、子供の時から、よく空手がいっぱいやってたの。もっと、ショットガンの空手が何年ぐらいいっぱいやってたから、沖縄に来たの時に、次の興味ボクシングになった。それで今日はハンドラップのちょっとどうで使えるのビデオがちょっと作りたかったになったので、ボクシングが下兵隊の時よくやってた手を一回壊れたとか。でも最近1年半ぐらいずっとこの手はこのところに傷があったので、ハンドラップがヘビーバグに使えないといけない。手袋もハンドラップだけじゃなくて、ボクシンググラブも使えないと確かに傷が良くなるから、これはちゃんと傷を守る、シューティングのなんとか安全のゴーグルとかヘッドセットと歯守るのやらないといけない。サバゲーでも、本物のシューティングでも目とか耳守らないとすぐにアウトになる。それでちゃんと守らないといけないみたいなのを感じる。ボクシングがちょっとだけやってたとか、それは一つの、前の仕事を日本人の友達でいっぱいの技がやり直す。最初の空手から練習したらいつもこっち行かった。それでちょっと前にも出すの練習とトレーニングがめっちゃ楽しかったと、その人も よく喜ぶから、この時にもこの使えるのビデオ作りましょうかと思ってたし、もう確かに今でも、元ショットガンじゃなくて今新極真界の空手に、もう2年ぐらい1年半ぐらいにやってるから、確かにショットガンとかボクシングはよく違うけど、でも使えるの技とかいろいろはまだあるから。でもスポーツとかサバゲよりこのなんとか戦いのボクシングとかみたい、新極真界とか、それは、つまり現実は現実ですね。それはどの意味で、つまりボクシングがやったら、たまにはヘビーバグにドンドンドンがしていると、よくパワーがあるとか上手にあるにも、人と人は練習とか組み手にするときに頭でもぶつかるとか体でぶつかると、スタミナも出ない、疲れるの感じので、それは現実です。現実からちゃんと会えないと確かに大変になる。めっちゃなんとかもっと現実より強いと思うは確かにアウトですよね。だって一回めっちゃ強いから練習帰らないとドンがこれはと、もうダメですつまりいっぱいトレーニングが本当にちゃんとトレーニングやってるは組み手とか練習にするときにがすぐに分かるので、すぐにスタミナがなくなったら、もっと走らないといけないと、パンチが立ってるけどダメージ出ないと、それももっと練習しないといけないがすぐに分かるでしょうね。よくカメラ使ったらいっぱいのミスのことがバレるとか、それ時々組手とかビデオ、友達がビデオを撮ったら、やっぱりそのキックは体に来ると思ったら、やっぱり頭だったの、気をつけないといけない。それで、もし今サバゲーやってるよく、ちょっとだけ僕でもちょっとプニプニになってるの人は、確かにもっと、スキニーになりたい。でも、めっちゃ細いの人でも、筋肉作らないといけない。筋肉作りたい。それは当たり前でしょうね。それいっぱいの、ダイエットがよく大切けど、トレーニングも特別ですよね。それヘビーバグにめっちゃパンパンパンが楽しい。左のホックはちょっと練習しないといけない。それは一番難しい。でもできるからはめっちゃいいの日と思います。それいっぱいの練習しないといけない。でも確かにボクシングみたいのは、人々の組手
でもじゃなくて、ヘビーバグでもスピードバグとかハンドラップはなんとかめっちゃサブゲームみたいな、プレートキャリーヘルメットはかっこいいのスタイルでしょうね。それハンドラップが使えるは最初に勉強しないといけない。ハンドラップじゃなくて、それまで手でヘビーバグがいっぱいパンチパンチしてる、いっぱい練習してなかったの方はまだ柔らかいの、手の糸はよく骨が壊れるとめっちゃ大変なものですよね。ボクシングの手袋、僕はよく使ってるこのタイランドのベヌムの会社で、その手袋だけ使ったら大体悪くない。でも一回ミスすればあとパワーやりすぎとか骨がまだ壊れるのチャンスがあるから、ハンドラップも使ったら、それと手袋、ボクシンググラブも使ったら大体一番セーフの感じでしょうね。どこでもの会社、基地の中は、そのエヴァラストだけのがちょっと人気の会社ですけど、もうその手袋はすぐに、割れるとかボロボロになる。これはいっぱい使えるのまだ大丈夫ですよね。このハンドラップはエヴァラストけど、別のハンドラップの会社があまりまだご注文してないから、これだけね、エクスペリエンスがあるので、これをちょっと今日のビデオを作りますよね。ヘビーバグ、ヘビーバグ用の手袋もある。ただカバーのこの傷でないのだけの手袋けど、その骨守らない、手首も守らない、傷やりやすい、ちょっとだけ使ったらみたいな、すぐにボンボンボン3分か5分未満と、ちょっと 100% パワーでないなら、だいたいスキン旗に傷れないけど、まだ骨とか手首とかいろいろまだちょっと危ないから、それはあまり使えないの方がいいと思います。それハンドラップ使えるの方は今から始めるので教えます。このクラスのら、最初には手袋は T シャツと同じ色は、めっちゃいいことからこれじゃなくて、同じやってるからパワーは2% ぐらいアップする。誰でも教えないのかな現実じゃないけどね。ただ同じ T シャツの色とやったらなんとか面白いと思うですよね。ちょっと昨日英語のバージョン作ったら、赤いの T シャツと赤いのハンドラップのビデオを作ってたから、その同じギャグがやったからちょっと面白い。それとりあえずこの親指のループがあるから、それは最初にしないといけない。今中にはそのなんとかマジックテープは最後にするから、この感じで一番使いやすいですよね。前のビデオ練習のテストしたので、40秒ぐらいに一発に一つの手できるから、40秒まで時間かからない。最初から弱すぎるのは、タイトじゃないとちょっとボロボロと骨がちゃんと守らない。タイトすぎるなら指が紫になる、血が入られないわ、めっちゃ大変。それでいっぱい練習しないといけない。でもとりあえず僕いっぱいのできるのことを、ドーナスタイル、もっとフィストパーンがこの骨守るか、それ手首守るは大体2つのよく気になるのことから、僕は最初には親指につけて1回オーバーにするらね、1つ1回だけこの感じるね。それからこのナックルス1回ラップして、これリボンの技、リボンの技がめっちゃいい感じと思う。それで手にやりすぎけど、手の中はやりすぎけど外はよく守るの感じ。それも1回か2回ぐらいラップして、それからコーンの指から、コーンの指から、コーンの指最後にはもう1回ラップして、それ大体完成。それ親指反対側に行って1回ラップして、それはまた最初の時に1回ラップして、もうめっちゃいいじゃん。それからミックスで手とか、おおの間違えた、これ最後にはまたいっぱいこの手首にやってと、最後にはマジックテープの方はこっちですよね。それよく手首の方でちょっと強くのラッピングがあるので、それでもしミスすればストレートじゃなくてちょっと斜めでぶつけたらよく傷出ないのために守ってる。それとこのナックルスの方はちょっと強くのラッピングがあるから、それインパクトで骨が守る。全部はタイトに。
この A は一回よく海兵隊の時が壊れたから、よく天気が悪いとか雷とか強いの雨が降ったら、よく中には痛くなると、このコンプレッションプシューの力だけでちょっと治ります。それがないの時はちょっと大変ですよね。でも大体こんな感じになる、中にも入ってる。でもいっぱいのできるのことはあるので、自分に必要の、もしかしてもっと手首がちょっと柔らかいとかよく痛いなら、それをプラスとこっちはマイナス。もうそれ反対側に、なんとか何でもかんでもパンチするの時にここがめっちゃ痛いなれば、これはもっとさっきのリボンの方で3回ぐらいにやったらもっと安全になる。でも手首の方がちょっと細いになるから、それ手首も強いなら、そのできるのこともあるので、どっちでものちょっとバランスが自分で選べないと、100% 使える便利のことが出ないですね。じゃあそれは一回、この左の手はちょっと早かったけど、その説明のためにちょっとだけポーズするとか説明するので、もう一つのハンドラップは右の手で、今ポーズなしで一回やってみろか。それとりあえずラップ、じゃあフラット守らないといけないさ。一回我慢、しっかりリモンするとピンチ、2、1、2の3、だからラップ、王の間違えた、ついにやってたのね。まあいい、間違いするでも、その対等のプレッシャー続けるなら大体大丈夫でしょうね。とよいしょ、おお、まだよくできた。指がまだ紫がなってないから、このぐらいに紫にならないと大丈夫ね。まだ対等とその方をしないと大丈夫ですね。親指がそのちょっと親指の時でもちょっと最後前にやると、この最後の方でちょっと動かないとちょっと柔らかいにならないですよね。バンバンバーンみたいな感じですね。それと、もしボクシングの興味があれば、最初にはパンチと練習しないといけない。それでパンチが絶対来ると、その攻撃の反対は防護に守らないといけないですよね。バンバンバーン、そのめっちゃ楽しい、本当に。空手もよく楽しいけど、ボクシングもちょっと大切ですよね。まあ、呪術とかいろいろのスタイルがあるけど、よくすぐに便利とかのスタイルとか、ちょっと普通のスタイルもあるとか、でも全部は大体、そのやってるの人がいろいろの、なんとか腕短い、腕長い、足長い、もっといっぱい動けるとか、スピード速い、ちょっとでかいの人、全部が違うから、それがちょっとレバーないと一眼便利の見つける。でも僕いろいろに上手になったら、ちょっと別のスタイルのちょっとだけ練習すればもう悪くないと思いますよね。じゃあでも大体このビデオはこれだけがやりたかったから、このめっちゃ楽しいのボクシングの話ですよね。いっぱいの練習のことがあるから、もう僕はもう本当には子供の時から、高校生にも海兵隊の時でも大学の時でもいろいろのボクシングとかいろいろの練習するとめっちゃ楽しかった。でも一番のことには、3年4年前ぐらいよね、そのついにレーズクがあった。前にはいつもメガネがあったと、あ、組手するから、メガネ外しますと、このぐらい綺麗に見えた。それでだからこっちからパンチが来ると、この時に手が、ああそれパンチだあれの感じがあった。その今はレイズク綺麗にはっきりに見えるから、すぐにああ全部よくわかるよねと思うと、めちゃめちゃ最初の残酷よりはもっと簡単になりましたよね。じゃあその今日のレビューは大体それだけがもう話がやりたかったので、もうめちゃ楽しいのことと、最近ヘビーバグがよくパンチがしてるからバーン
じゃあもし他の人もサバゲーするの人とかギア興味の人もそのなんかボクシングとか空手の練習したいの人はそのいろいろ確かに体とかいいことけどもっと変えたいのは MCTAP Marine Corps Martial Arts Program。 それはつまりもっと MMA の感じでいろいろのちょっとミックスジーク運動じゃなくていっぱいのミックスがあるから悪くないけどいっぱいの空手とかボクシングは変えたい前にやる人もしいればその時がやるとかちょっと微妙と思うけどその技だけじゃなくて確かにバイオレンスがあるけどその全部のバイオレンスは悪くないよ。防護とか家族を守るのは時々バイオレンスが必要かもしれないけどその練習がめっちゃいいこと。それ海兵隊の時はよくそのね自由が持てるとタンタンタンが悪くないけど時々そのなんとか体もビルディングしないとさバイオレンスのことがなのがトレーニングみたい。全部悪くないけどつまりいっぱいの人はこうがすればあーがするちょっと弱いのなんとかリアクションがあるからトレーニングのでちょっとパンパンパンが来るわやられてないけどどうで攻撃すると練習となんとかガッツが作れるみたいな感じるでしょうね。諦めないとか攻撃とか反撃とかするの練習しないといけないぞ。それでちょっと練習がすると GUR でもサバゲの時でもよくもうサバゲやってるよねと見たことあるはず。いっぱいの弾が来ると確かにサバゲの弾はだいたいゴーグルとかマスクちゃんと入ってるから安全ですけどそのなんとかキーとかバリアとかトントントンの音が出るとおおちょっと見るとトントントンでいやーサプライズI'm pinned down, send back up! みたいな感じになるからどうでそのガッツが出ないとそのタンタンタンが来るとじゃあこそのタンタンタンこっち見てるから一回シュッシュッみたいなこっちにとその後半劇にするの練習しないといけない。だってそのトントントンが来ればと別の敵がフランキングが来るとそのままにパニックすれば絶対負けるでしょうね。それ脳がちょっとファイティングスピリッツが強くなるのためにちゃんとボクシングとか空手とかいろいろの練習しないといけないですよね。つまりその話ですよね。それとプニプニの人もちょっと痩せるとめっちゃ細いの人も筋肉作るは2つがめっちゃいいこと。それでつまりおすすめボクシング新極深海空手とかいろいろスポーツでもめっちゃいい。スポーツで勝ちのチーム負けるのチームもあるからみんなが勝ちたいからもっと頑張らないといけないと負けたらはもうちょっと苦しいじゃなくてちょっとだけああもっと頑張ったら勝ちできるかもしれないとそのでも負けるでもその負けるのなんとか力でもっとトレーニングと練習すれば今度に勝ちするのためにそれもいいことと思いますよね。じゃあ、リビューは大体それだけ。本当には、体術、空手、ボクシングの話がめっちゃ長くのビデオが作られるけど、次のはまたギアのリビューがしないといけない。もし興味あるの人はコメントを出したら、もういっぱいコメントがあれば、その、元のこのビデオが続ける。もしかして今度ヘビーバグカメラに持ってきて、めっちゃハイパワーでドーンこの技、みんなこの最初の技でトーンがする左のフックでこっちにはよくカカーンパワーが変なトランスファーするともうちょっと技が治らないといけないみたいな感じですね。つまりです。日本語でそのビデオつけたら英語より絶対ちょっと難しいけど大体もうちょっと必要の特別の敬語が勉強したら単語を勉強すれば、そのビデオはよくできると思います。じゃあ皆さん、とりあえず今日のビデオはそのままでですよね。もしコメントとか何か、もっとその練習と体ストレングスビルディングとフィットネスのビデオはもし、もう前には昔にもやったことある、まだメガネの時に。ケテルベルや筋トレのビデオが作ってたその時は今よりちょっと軽かった今はちょっとアップしたのでもっとハードトレーニングができるようになりましたね。
もしそのビデオ欲しい、コメントで教えてください。といっぱいあれば、そのギアレビューは絶対続ける。サバゲーと今、シューティングのビデオを作ってるとか、ナイトビジョンとかは、ビデオ作りちょっとづらいけど、それもっとトレーニングしないといけないから、それも絶対出るけど、もしボクシングとフィットネスの興味ある人、確かにいっぱいいれば、そのビデオもプラスの作ってあります。作ってできる。うん、できるね。簡単に、もし時間あれば、時間はいつも大切でしょうね。じゃあ、とりあえず、ビデオそのままで。めっちゃいい感じ。何回でも何回でもハンドルアップするとよく練習キーが出る、トレーニングキーが出ると、それでめっちゃいい感じでしょうね。じゃあとりあえず今日はそのままで終わりですね。あと30分仕事から今準備しないといけない。じゃあ皆さんお疲れ様です。また今度よね。とみんなよく頑張ってね。確かに今年は絶対いつかねサバゲーに入れる。来月、今月かな ?2 月、もう2月か。2月には絶対やりたい。もう僕は雨降るでもギアはガスのライフルから大丈夫ですけど、電源をもしいい天気になればそれも週末休みが来るから、今週末にするかもしれない。サバゲー全部ギアの準備 OK とか、もっとサバゲーの練習しないといけない。じゃあ皆さん今日はお疲れ様です。また今度ですよね。バイバイ。